ちょっと連絡取り合おう、またすぐ。これから毎日不安でしょうがない。気合い入れないとダメだね。不安でしょうがない。だけど今日もタピオカ作ったもんな、わし不安すぎて。ちょっと今日安城市体育館のどこにキッチンカーを置けるかどうかっていうメールが届いたので、場所を確認してみたいと思います。はい、ありがとうございます。ん？え？ここ？え？マジで？ちょっと今このん？線、体育館がここだと思うんですけど、線路挟んで、ここ？いやいやいや、違うよ、違う違う違う。よーく、ちゃんと見よう。線路挟んで、反対側なわけはないね。あ、ここか。あー、ここか。体育館からはすぐだけど、ちょっと正面から見えにくい位置にあるんじゃないかな。キッチンカーなんで、やっぱり正面からやってるってことをちょっとね、皆さんに見てもらわないとお客さん来ないんじゃないかな。どうしよっかな。これはちょっとお話しさせていただきたいな。ちょっともう一回キッチンカーどこに置かせていただけるかどうかのお話をちょっと重ねていきたいなと思います。なんでも簡単じゃないね。おはようございます。ちょっと今日は安城市体育館にですね、東証アリーナキッチンカー第1回目のアリーナに見学しに来ました。まあ、何回もね来てはいるんですけど、打ち合わせをしようと思いまして、どこにキッチンカーを置くのかっていうことをちょっとお話をさせていただきたいと思います。本当日にち近づいてきたんでね、めちゃくちゃ緊張しますね。やっぱIwaiさんがめちゃくちゃ逃げてる。よっしゃー、今ちょっといろいろとお話をさせていただいて、こちらのエリアにですね、こちらのエリアに、キッチンカーを出店させていただくことになりました。ありがとうございます。まあ、でもね、本当にちょっといろいろまだ取り決めだったりとかいろいろあるので、今後急ピッチで話していきたいと思います。髪の毛どういうこと？はい、ということで安城市体育館から帰ってきました。お疲れ様です。もう本当にね、今日もそうですけど、やっぱり自分一人の力じゃやっぱここまで来れなかったわけで、もうね、言い出しっぺのアンテカフェ作りますからここまで来たわけですが、本当にいろんな方々にね、関係者の方々に感謝したいなと思ってます。本当にありがとうございます。でも本当にね、キッチンカーめちゃくちゃいい位置でやらせていただけるということで、気合を入れて皆さんにいいものをお届けできるように頑張りたいと思います。よし、8時半には行かなあかん。わし8時半じゃ遅い気がしてきたもん。ほんで、うん、いや怖いから早めに入りたい。8時に玄関開けてくれる。あ、ほんま、8時に行こう。 OKOKOK、よし、いるか、行こう。ちょっと連絡取り合おう、またすぐ。これから毎日不安でしょうがない。気合い入れないとダメだね。不安でしょうがない。だけど今日もタピオカ作ったもんな、わし不安すぎて。うまい、うまい。え、まあまあうまい。なんとかなる。頑張ろう。よし。よし。いけるいける。寝る時間や。オッケー。おじいちゃん早いな。やばい、今週か。
募集だよね。気合入れてこ。やばいね。気合入れてこ。OK。ありがとうね。じゃあまた来週。じゃあね、ありがとうね。はい。おやすみ。頑張ろうね、今週。はい、頑張ろう。グイビバイ。バイバイ。バイ。動画を見ていただきありがとうございます。もしこの動画が面白いと思ったらコメントに感想を残したりチャンネル登録をよろしくお願いします。新しい動画を見逃さないために通知ボタンもオンにしておいてください。もしマーリエブリについてもっと知りたいと思った方はインスタグラムもフォローしていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。